ミナミです。はい、ということでね、ワッフル買いました。イエーイ。リアリオルダルギワッフル、ここでもね、いちご、これで400円ぐらい、大きい。じゃあ、チャンモケスミだ。ノリツベカカシチャギヤ。お疲れ、おすすめ。めっちゃサクサク。うん、いちごジャムも入ってる。めっちゃ大きい。こんな感じ。他にもあったから、よかったらみんなも食べてみてね。ホンデで食べ歩きでした。アンニョン。Thank you.